はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、最近ですね、超魔人井戸っていうモンスターが禁止になりまして、楽園使っている方、結構まあ悲しんでる方も多いんじゃないかなと思うんですよね。これ超魔人井戸っていうモンスターは、その相手の盤面に送りつけて、相手の通召喚とか判定召喚とか特殊召喚を封じるみたいな、こう使われ方をしていまして、あとギミックパペットナイトメアっていうモンスターもいるんですけど、あの辺も一緒に禁止になってしまいましてですね、まあ、グランギニョルで落として相手の盤面にこの、アルビオンで送りつけるっていうコンボができなくなってしまったんですよね。で、まあ、これ悲しんでる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、皆さんにね、ちょっとね、新しくね、紹介したいモンスターいまして、 DDD 使用バイスレクイエムというモンスターご存知でしょうか。この謎の顔面なんですけど、この顔面さん、これモンスターとかよく読んでもらったらわかるんですけど、このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分は DDD モンスターしか特殊召喚できないという、テキスト入ってまして、で、レベル、8の闇属性なんですね。はい、何が言いたいかっていうと、グランギニョルで落とせて、アルビオンで相手の盤面に送りつけられる最強モンスターまだいますよってことです。井戸とかナイトメアとか、まあ、井戸とかナイトメアとかって、まあ、ロック性能めちゃくちゃ高くて、まあそこまでは及ばないんですけど、正直なんですけど、まあ別に強いじゃないですか。これ DD モンスターしか特殊ができないとかって、 DDD 入れてるやつの方が珍しいんで、基本的には。まあ一応なんかそのデスバキラとか入れてれば上重ねられるんですけど、まあそんなモンスター入れてるやつあんまりないんで、なんでバイスデクイムさん送りつけてしまったら、もう相手何もできんじゃないかという話ありまして、今回はこの最強モンスターを楽園ギミックとかいう最強のギミックを使って相手の盤面に送りつけてドヤ顔したいと思います。楽園ってね、マジでいろんな組み方あるんですけど、今回はちょっと60枚にしてきまして、サーセル5でね、楽園融合とか、あとデュプリケーションとか、この辺を、打っていくような形にしてます。こうすることによって楽園融合へのアクセスを実質、まあ、ちょっとしやすくしつつ、40枚にしてね、回しやすくするのが好みの方と、まあ、普通に芝刈りとかがっつり芝刈りとか参戦の5とか参戦 のサイドがめっちゃ打ってい、く方と、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ちょっと今回は、まあ、リソースを太くするっていう意味も、あとやりたいこと全部詰め込んだっていう意味も込めまして、60枚で組んでおります。まあ、別にこれ使ってるのも別に回ったんで、言うて、まあ、たまに事故るんだけど、まあ、たまに事故るのは40枚できてもあんま同じかなと思ってるんで、個人的には。なんでちょっと今回はこんな感じの、デッキでいきたいと思います。はい、で一応後手まくりほとんど誘発入ってないんですけど、まあ頑張って手数でゴリ押すか、まあ、超融合打っていくかみたいな感じで考えてます。あとは参戦の後で拮抗勝負打つとかね。はい、まあそんな感じで頑張っていきましょう。デュエルスタンバイな。反動はいけそうだな。ちょっとね、楽園の回し方忘れてるんで、思い出しながらになるんですけど、効果発動を断罪落としながら、これは開幕のコストにするもあるし、どうせどっか行っちゃうんで、これ開幕のコストにしますか。まあ、一応1枚ドローできるんですけどね。これちなみに引いたカードを普通に何ですか、コストにしちゃうっていう説はあるんですけど、なんかアルバスって結構墓地にいるとそれはそれで強いんですよね。ちょっともう暴挙に出ていい、 G 切るわ。G 切っていこう俺。これやりすぎかな。やりすぎかな。これさすがにプレミ、これさすがにプレミな可能性ある。あ、いらな。うざいらなすぎる。やばい、これあまりにもこれちょっとカスだったこれ。これごめん、ちょっと G は普通に取っとくべきでした。すいませんでした。いやこれあれだったかな、開幕じゃなくてあれか、これ起源で、あ、うららここで打ってくれるんだ、なるほど。起源でアルビオン切りながら、開幕はなんか違うカードコストにした方がよかったこれ、絶対そうだわ。ちょっと本当5億年ぶりだから許してくれ、マジで5億年ぶりなんや俺回すの。ちょっと待って、これ2枚ドローでなんかさ引かないとさ、これちょっと終わる気がするんだよね。何かモンスターでドラゴン族で、あ、それはすごい。2枚ドロー強すぎて笑った。やば、やってること、楽融合普通にすびいてるのめっちゃおもろいな。これあぶねえ、参戦の際持っててよかった。参戦の際増殖する G なんていうか、絶対これあれだな、コスト起源で、であもう起源は後から引いたのかこれ。とりあえずアルビオン出しに行きまして、さあ分からしていくぞ。
アルイオンの効果だ。アルビの効果を起動するといいか。あー、無限包容ですね。はいはい。そこにね、無限包容打っちゃうと、まあ結構回避されちゃうのがあるので、まあ、まあ、意味がないですね、これね。はい。うらら、一応あれだよね。でも、あの無限包容、まあ、無限包容じゃない。楽融合まで、ガメるタイプがいる中で、なかなかアルベルに打ってくるやつは珍しいですよね。まあでもデッキ枚数多いからあれか、素引きしないだろうと思ったのかな。まあね、あの正直正解でしたよ。でも正直素引きはしなかったんで。で、ちょっと待ってください。これは巻き込みアルベルでいいかな。で、アルバスアルベルからの、名前なんだっけ、ルベリオン。ルベリオンだかアルビオンだかさ、名前多いんだよね。楽園ってなんかもう、名前覚えらんねえ。ルベリオンだか。なんかアルビオンだかさあ、アルビオンだって死ぬほどいるからね、これ。このゲーム、とりあえずちょっとこれで一回ね、グランギニョルっていうね、激馬モンスターの効果で宇宙最強のモンスターを墓地に送らせていただきますね。はい、すごいね分からせます。このゲームがどういうゲームかということをちょっと分からしたいと思います。はい、でもこれあれか、こいつ使うしかねえのか。帰ってきてくんねえな。じゃあうざ、まあ、しょうがねえか。カルテシアを戻さないといけない。まあ、ちょっとこれ若干うざいね。で、これで、こいつもちなみにアルビオンと言います。はい、これ新原理の方のアルビオン。アルビオンだかルベリオンだか知らんけど。で、楽園断罪の効果起動しまして、まあ、開幕持ってきましょう。で、まあ、開幕を一応セットしておきまして、これでいいですね、基本的には。これで、エンドフェーズに、アルビオンの効果で、楽園系のトラップカードが、魔法トラップカードがセットできるんですけど、墓穴が結構鬱陶しいんですね。なんで、この輝ける王の楽園っていうガチでやばいカード、これをですね、セットすることによって墓穴さえもケアしていくと、まあ、そういう話。墓穴完全ケア展開だから、これ。はい、行きましょう。さあ、これでちょっとビーステッドだけ鬱陶しいですけどね、ちなみに。さあ、まあ楽園開幕の効果を一旦発動して、相手の誘発を打たせましょう。あればですけど。あ、なんかあるね。あ、うららですね。はいはい、オッケーです。全然。うらら2連発ね。なかなか強いじゃん、反動。まあ、じゃあ、とりあえず、新元竜アルビオンっていう激ヤバモンスターの効果を起動しまして、自分の墓地に存在する、DDD と、アルビオンを最小に取り、そのモンスターに対応特殊召喚したいということを言います。さあ、こうすると、お相手氏は、相手の、フィールド上にこのモンスターが送りつけることができまして、さあバイスレクイエムさんが出てきてしまいました。バイスレクイエムが存在している場合 DD モンスターしか特殊召喚ができません。これあげちゃいます。おい、お前な、強そうなモンスター出してんの。お前それ DD しか出せなきゃいいのか。そのモンスターお前盤面にいると、お、そんなモンスター、そういうことなんだよね。そういうことないよ、ゴミだなこのデッキ。はい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 、なるほどね。まあ反動悪くはないけどな、これ。ビーステッドルベリオンパイセンの効果起動しまして、これ大体サロンパス持ってきといてなんとかなると言われてますね。サロンパスくんめっちゃ強いので、これで一応起源の効果と、なんだっけ、サロンパスの効果使ったら楽園融合はサーチできるの実質。うわやばいやつだ。いや、破壊されるからコストするか破壊されるくらいだらコストにする説ある。クロゾリュさ、めちゃくちゃいいのがさ、そのもうコストでさ断罪落としてくれるからさ、別に無効されたってそんなに痛くないんだよね、あんまり。まあ一枚とかなくなるぐらいで、コストでやっぱ楽園マジックトラップカード落とせるの強すぎてやばいって話なんだけど、まあ、ちょっとガンマの効果で、まあ、ちょっと出てはくりますよね、これ確かね。破壊できないのも出てはくる。はい、 OK で出てはきた。でこの無限コードがもう飛んでこないから、ね、ちょっと待ってくださいね。そうしたら、これ先にこっちから発動して、アレバスの楽園をゲームから除外することによって特殊召喚がされていく。ほいで、先にこれか、あれか、カルテシア出しといて、でルベリオン特殊して、はい、でサロンパスリリースするとルベリオンが爆弾する。でサロンパスこうか。さあこれで楽園系のマジックトラップカードを1枚墓地に送ることができて、楽園融合を墓地に送っていく。そしてザ・ビーセット・ルベリオンさんの効果を発動。ザ・ビーセット・ルベリオンさんの効果によって失楽園を
置いて、でさらに楽園断罪の効果を発動。楽園断罪の効果によって楽園融合を1枚回収していく。さあ撃てよ、うらら、うらら撃てよ今回はからるんで強気にいきますね。いきましょう、楽園融合発動。あっ、だいぶがめたね。チェーンに乗んないテクションが結構あるか。あ、でもサロニールあったけどな。ガンマケアしたんかな、ちょっとわかんねえ。まあ、とりあえずちょっと俺の増殖しちゃったからもう捨てるこれ。まあ、ゾウジーさんは墓穴で無効になりましたので、あとこれ存分にコストできるやつですね。はい。で、楽園融合の効果によって、これクエムですね。で、いつも通りのアルちゃん出して、で、アルちゃん効果と、シスラクインの効果発動して、これは持ってくるの鳥かな？カルテでもいいけどね。鳥かな？鳥持ってきて、で、アルちゃん効果発動して、ね、ルベちゃん出して、まあ、どうせちなみにこれ次のターン、バイスレクイエム爆弾させるんで、まあ、通りは大体勝ちなんですよ。なんで、次のターンの打点を作っておいた方がいいっていうことが分かりました、最近。さっき完全にターン縛ったけど、打点足んなくてなんか、ワンキル取れんかったんだよな。で、リベリオン効果発動して、もうこんなゴミはいらん。消えろ。で、カルテシアの効果も起動してしまって OK。で、カルテの効果発動、グランギニョルですね。で、ギニョル出して、ウィー。ウィー。で、リベリオン効果で、新炎竜出しに行って、クエム返して新炎竜アルビオン爆弾、美しい、なんて美しいんだ。そして、グランギニョルの効果、激ヤバモンスターもちろん振りますオッケー、これでんのかな。で、アルビオンの効果発動して、アルビオン2体使ってんだろう、もう。で、これで、墓穴ケアの輝ける王の楽園を打ち込んで、OK。で、カルテシア回収。で、これ次のターンのリソースにもなるという話ですね。さあ、スタンバイフェーズから動きますよ。当たり前ですけど、無限ホールとか、ちなみに言ってませんからね、これ。新炎竜アルビオンさん、ちなみに、対象耐性付与されてまして、なんか、相手は効果の対象にできないっていうことがあるんで、これ無限ホールとか打てないんですね、実質。まあ、打てないっていうか、打てるんですけど、まあ、新炎竜アルビオンには打てないという。で、バカ打ってきますから、あ、おー、よくわかってるじゃないか、このモンスターが対象に取れないで、これあげちゃう。はい、これあげちゃう。あ、いいの、そんなモンスター出して、そんなモンスター出していいの。 DD しか出さないの大丈夫DD しか出せないけど、これ大丈夫かな、彼なん。 DD デッキだったらいいけどね、そんなモンスター出して本当に。あー、粛清か、そのデッキ DD 入ってねえだろそのデッキ DD 入ってねえだろ。別に自由に展開していいけどさ、出すのは DD だけにしよう。一応メルクリに動かせるから、なんか魔法トラップカードで後稼がれるから。で、あとは、ま、できることがもうほぼないと思うんですよね、あのデッキ。移行とかあっても儀式モンスターいないからこっち破壊できないし、基本的にはあともうぶん殴ったら勝ちですね。ゴミでしょ、ゴミなんですよこのデッキ。バイスレクエム禁止あるでしょこれ。あー、なるほど、反動は弱いですね、これ。有効素材がないですね、これ。ちょっと生き物引かないとカルテシアの効果全く取らないっていう説あるけど、大丈夫これ。いや、トイボックスいいね、マジシャンズソウルズ、なるほど。いや、これトイボックスとソウルズのさ、マインドオンエア、東海オンエアしか知らんけど、これあれじゃん、イラストめっちゃエッチな、ハイレグがすごいおばさんじゃん、これ。イラストめちゃくちゃエッチと言われてますね、このカード。はい、なかなか割と、あのイラストがランキングでは割と上位に入ると言われてますこのモンスター。はい、あ、どうでもいいですか。へえ、面白いねこれ。なんか展開、あ、ベアトリジ出せんだ。へえ、なるほど、クソ回りくどいやり方してっけど、割とデモンスミスみたいなことしてんな、ちょっとだけ。ああ、なるほど、王の棺、こっからホルス展開始まんのとか。手札多くない、いつの間に手札そんな多くなったの。ああ、ソウルズか、ラーの使徒、あっあっ、いや、ガチ
でわからん。これどういうことや。なんやこいつ、わからん。一体全体何がしたい。どういうことや。ギブアンドテイク。あ、やばい。あ、やばいやつ送りつけられた。ラーの使徒の効果でしかモンスターを特殊ができず。やばい。ちょっとなんか俺が送りつけようと思ったらなんか送りつけられたんだけど、どういうこと。あ、やばい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 。ちょっと魔法使いの里貼られてっからさ、ワンチャンなんかカルティシア召喚したら魔法使えっかなと思ったんだけど、もしかして使えるやつ。やばい。リトルナイツ、カルティシア除外だけやめてもらっていいですか。カルティシアだけ除外だけ本当やめて。あー、カルティシアちゃう、カルティシアちゃう。やばいって、魔法カード使い方ほんと何も起きないし、そもそも特殊ができねえしよ。おい、ちょっと待ってくれ。いや、これなんか奇跡の回答札を引くしかねえ。奇跡の回答札。はい。いやー、ゴミやなー。ラーの人とバイスレクイエム、ちょっと一旦、禁止にしません。まあまあ、クソだと思うんだよな、このカード。